3番勇者もうあの光の翼出ちゃってエントリーナンバー3番勇者勇者ああ勇者ね勇者だこれこれは勇者だなるほど勇者出ちゃったなこれモンタルギアだこれ勇者だな勇者ですねただこれ2の方だねミコってだからでしょ俺が来たらどうなんだろうねあなたが来たらただの丸い人になるローレシアの勇者になるかな俺これいやあなたはだって角ないじゃんうんないよね、うん、あなたが着ると神田田になる神田田になるね、うん、大丈夫かな4番、うん、エントリーナンバー4番最後最後え覆面レスラー江戸三番覆面レスラー江戸三番ひどいなこれひどいな特技はルチャリブレ完全にね完全にトペコンヒーローですよコンセプトは昭和の覆面レスラーこっちが神田田ですよ頭装備のコバルトメセイルは開閉性開閉式で通気性がよく蒸れる心配はありません、うん、なるほどね顔は覆われていますがその華麗な肉体美がきっと見る者を魅了すること間違いないこれはひどいこれはこれクリスタルタワーこれで戦うの俺斧いや斧じゃないでしょ斧とはルチャでしょルチャで俺キックしなきゃいけないじゃんそうだよ、ね、トップロープがないとダメじゃんそうだねはいフリータイムですさあフリータイムですあのねフリータイムになってちょっと分かったんですけどはい Z 戦士クオリティ高えマジで高えマジでうんこれほらあ確かにねそのしかもモデルがヤムチャだからこうなってるだけで江戸さんが来たら、うん、要は、うん、スーパーになれない、うん、Z 戦士の唯一の勝ち組既婚者いるじゃん、うんあいつになると思うんだよねああ勝ち組だああなるほどねロボと結婚したそうねあれになるよねほとんどロボじゃないやつなそうああ確かにただねこのね戦闘用つなぎこれはこれで完成度が高い戦闘用つなぎね、うん、これ多分ワークマンで買ったんだろうなこれは確かにねあこれこれ完全にここはラバー素材で、うん、そう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 でここも要は安全靴と同じ仕組みを作って、うん、そういうことだよね伸縮がちゃんとできてみたいなねそう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 動きは動きやすいし通気性はいいんだけど、うん、体をこう守ってくれるっていう、うん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 、実際防弾チョッキそうですからねああはいはい、はい、あれ別に鉄の鉄板だけじゃなくてではない、ね、あの柔らかい素材もあるから鉄板の防弾チョッキももちろんあるけどあるけどねこれは、ね、こういうビーブロックまたすごいなそして勇者勇者はこれだからさこれさだからさこれミコってだからじゃんミコって耳つけちゃダメだってミコってだからこれ勇者になってるでしょまあまあでもあれよ2のやつだったら本当は耳がないよスルッとしてるんだよスルッとしてるスルッとしてるの本当はでこれだけ逆にミコってが間違ってるなってるそうスルッとしてるうんあれ角が生えてるのは4か角生えてるのってあったっけワンか王子ねあサマルトリアが角ついてる方ワンが角かワンが角あ、ワンが角だワンが角だそうだそうだでどっちツーがこれどっちこれどっ ち, どっちなのガン見されてるけどこれどっちなのワンなのツーなのそれを教えてくれそれ次第だ、ね、それ次第だなこれは1か2かによってだいぶ変わってくるよね、うん、これは2だよね、うん、多分そうだよね2だって2なんだ2だってなるほどねでルチャねあもうこのまま何も言えないもんね、うん、パカパカすんなパカパカすんなそれ覆面じゃねえのかよ覆面レスラーで色し顔見せんな神田田ドロップキックとかないのかねいやもうこれ装備したらさ専用のさエモーションをつけてほしいわこれ難しいなこれ B ブロック難しいですよB ブロック難しい B ブロック難しいな
踏み一の方は結構真面目だったんだけどさ。そうだね、江戸さんの方はもう、江戸さんの方は多分やりたい放題ですもん。コンセプトにしやすいファクターが多いんだろうな。あ、まあ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 、ファクターが少ないからキャラ的にね。そう、それはまあかっこいい寄りになっちゃうんじゃない、どうしてもね、うん、通常のとか スーツがとかさ、うん、これわかんねえや、俺これわかんねえ。さあではアンケート準備できたら投票、アンケート出してください。Z 戦士な、よく考えたねみんな。戦士 B ブロック1番 Z 戦士、2番戦闘用つなぎ、3番勇者、おかしいだよその2文字、4番覆面レスラー江戸さんまなんで2文字なんで勇者、ちょっとディスられるそうそうそう、うん、これ悩ましい、これ会場とアンケート、勇者をさ、うん、戦士に持ってきたんだね。そう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 、この勇者さ、うん、戦士じゃなくてもいいんだよこの勇者何でもいいじゃん。あの斧使ってるドラクエシリーズだとどっちかっていうと俺の中でもヤンガスだからね。ヤンガスだよねもしくはカンダダでしょ。そうそう、だからさ、トゲトゲの頭をつけてさ、うんうん、っていう感じじゃないのに、なんで勇者をここに持ってきたのかな。なんで突然ここで勇者が出たのか分かんないんだよ、うんうん、それが分かんないんだよね。ローレシアの王子は戦士タイプなんだって。あ、そういうこと。一応まあそうか、あ、まあそうか、サマルトリアが魔法戦士的な感じだからか。はいはいはい、確かにね。なるほど、ちょっと素早い系だし。ローレシアの王子は呪文使えない、 MP がない。なるほど、確かに。なるほど、だからか。あ、じゃあもう間違いなくそっちの勇者だわ。ただ斧って装備してたっけっていう。一応装備できて強いらしいよ。そうだっけ。うん、斧も2、斧も強いってコメントが。もうなんかそうか、斧あっ、斧覚えてないんだよ。 あったっけって言われてますね。もうヤンガス、ヤンガス装備だったらやばかった。ヤンガス装備来たらヤンガス装備来たらちょっと、うん、さすがにドラクエヒーローズ的な意味でも、うん、ちょっとちょっとね、なんとかでガンス、うん、なんとかでヤンス、なんとか、そう、なんとかでヤンスって感じで、うん、もう言葉尻を変えなきゃいけなかった。そうだよね、喋ってる時、うん、ああ、ヤンガス来てたら一択だったかもしれない。ヤンガス、ヤンガス来ながら、ゴーユ、ゴーユーつって江戸さん、合流、そして猛省勇者、着眼点はすごいありだと思います。集計まもなく終了、うん、これ分からんな、まあ、覆面レスラーはねえんじゃねえ。あ、集計結果出ました。いやー、わ、割と俺入りそうな気がするけどな。じゃあアンケート結果出してください。はい、お願いします。どうぞ。割れた、割れたね、割れた。お前 Z 戦士より覆面レスラー勝ってんじゃねえかよ。ほんとだ。じゃあ番、点数表示、点数だ出しますね、うん、1番、うん、Z 戦士、はい、45点。おお、45点。2番つなぎ、うん、74、ごめん、64点。うわ、64点。3番勇者、うん、13点。4番覆面レスラー51点。なるほど。ということは優勝は27+37で64点をゲットしたつなぎです、はい、おめでとうございます戦闘用つなぎきたか。これはアイディア勝負だな。これはね、オマージュとかじゃないもん。じゃないの、うん、うん、そうそう。要はね、うん、勇者と Z 戦士は元ネタがあるんだよね。あるんだよね。 それを再現した、うん、ただ今回は江戸さんに着てもらう装備を決めるというファッションショーなので、要は江戸さんにコスプレさせたいファッションショーじゃないんですよそうなんだよね。そうって考えると、うん、やっぱり、うん、このつなぎが選ばれるっていうのは、うん、言われてみれば妥当。まあまあまあね、うん、うん、うわー、こっち来たか。いや、戦闘用つなぎいいね。あのコンセプトはね、
ちゃんと考えられてるっていうのはその中の人では、最終ステージの準備に入りたいと思います。はい、戦闘用つなぎとあと前に買ったやつなんだっけあれですよ、玉ねぎ剣士ですよ。あ、これはこの一騎打ちでしょ。で俺が決めなきゃいけないでしょ。最終選考にあたりまして改めて5作品紹介いたします。はい、俺二択なんだよな。二択マンだね。二択マンなんだよ。ふみいち三択マンじゃん。三択マンだね。これ悩むな。でそれぞれのやつをそれぞれが決めるんでしょ。もちろんでしょ。そう、自分で決める。学者 A ブロック代表、青魔導士。うわー、出た。これもまた出てきた時のインパクトがな。青魔導士と玉ねぎ剣士は近いところがあるよね、うん、まあね、うん、そう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 。これはこれはまあ引っかかるところがあるとしたら俺は青魔導士やってないっていうところ、ね、そこだよね。そう、ああそしてこの黒、うん、シックな感じね。学者 B ブロック、代表黒の研究者、うん、使ってない方の腕にあえてリングを目立たせることによって全体的なコーディネートにアクセントを持たせてるっていうところが非常に多分普段の中の人のファッションセンスもそれなりにいいんじゃないかなという気がします。そうだろうね、それで細かいところにね、うん、気がつく感じ、うんうん、そうなんだよ。黒だけじゃないっていうのはすごいなと思いましたね。さあ、そして3番目、うん、出てきた。神父、うん、神父神父、学者 C グループ代表、 C ブロック代表、はい、外見はクールに中身はホットに、うん、うんうん、俺皮膚層どうすんだよ、あれ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 か、星、うん、星4かなんかで作れんよな、うん、あのもっと低いのでも燃える。燃えるんだ。燃えるは燃える。ああ、これについてるやつがどれか分かんないけど、はいはいはい、うん、この本を開いた時のやっぱりこの炎はあれ燃えるエフェクトってさ、うん、2段階なかった。2段階あるはず。そうだよね、うん、で上のやつの方が高いやつ、もっと燃えるんだよね。そうだよね、もっと燃える。そうそう、ただもう今となったらイニシエの装備、どっちみちイニシエです。そうだよね、はい、うん、戦士 A ブロック代表、うん、玉ねぎ戦士、うんうんうん、これはこれ俺が装備したらどうなんのかな。これこれは似合うだろうな。あーねー、これ難しいよ。これすげえ難しいんだけど、なんかもうエフェクトかかってきてっけど、すでにお前 Z 戦士じゃねえだろ。お前 Z 戦士じゃねえだろよ。 Z 戦士落ちただろよ。ブレてんぞお前。さっき落ちたろ。光の翼立つなっつうわーこれーなー、戦士 B ブロック代表、戦闘用つなぎ。いや戦闘用つなぎの完成度が半端ねえな。これなー、これだってスクエニに作ってもらったレベルだよ。そうね、吉田さんちょっとつなぎ導入してもらえませんかね、うん、そうだけど戦闘職なんで一応っつって、うん、この2択でしょ俺。しかもちゃんとズボンとサンダル。そうなんだよ、よくできてんだよ。よくできてる。だって上あの上半身の上半身のあのラバー部分剥がしたら、うん、ただの江戸さんだからね。そうだよ通常時の江戸さんだよ、うん、これ難しいな。これは難しいよ。それぞれの前に行きましょうか。行きますか。